ぎ上げた3018というとてつもない数字。3試合ぶりにスタメン出場した中日谷繁だったが、3回先発の山井がマートンに勝ち越しのタイムリーを浴びるなど6失点、リードを奪われる。それでも6回2点差となってなおもチャンスで谷繁、センター前へ今日2本目のヒットを放ち、きっちりつないでみせると、この後2塁ランナーの谷繁が帰れば同点の場面で代打和田、最多出場記録を更新したもののチームは敗れ5連敗となった。まあ選手谷繁だけで今日はちょっと言わせていただきたい。それだったらまあよくここまでやったなと思います。次の目標ですか。まあ明日勝つことですね。